はい。ミスターマイメミ様、いつもメッセージありがとうございます。今ね、自然災害に見舞われてるとこだと思いますけども、私すごくね、不思議だなと思うのは、災害の予告が来る前にみんなで水を買いに行くんじゃなくて、災害の予告なんてない時に、まあ、お水とかね、保存食っていうのを、まあ、ゆっくりと買っておけばいいのかなと思っちゃうんですよね。みんなが買う時期に買うと、やっぱりインフレっていうかね、えー、物が足りなくなって欲しい人が増えるんで、価格も高くなるでしょうし、 不自由するんではないかなと思うんうですよねうんまあ、でもある意味ねこの,あの毎日危ないよ危ないよっていうの報道があるってことは購買意欲をそそらせるためにメディア戦略を仕掛けてるのかなと言えなくもないかなというところですよね必要以上に買わせて、えー、消費を喚起するみたいなところもねあるのかなってちょっとね余計なことを考えてしまいますけどいかがでしょうかさあそれではね動画の方がたくさん上がってますんで月間300とかもねやっぱり、えー、通過点としてやっていただきたいなと思いますけどもやっぱりね数を たくさん上げるっていうのは本当最低条件なんですよ。でその中で自分が向かうべき方向がやっと見えてくるんですよね。10本しか動画上げてなかったら方向性も何もないわけですよ。うんでも例えばね10個のジャンルペットのジャンルうーまあ、車載カメラのジャンル で個人やり取りのジャンルビジネスのジャンル投資のジャンルっていう風に5つぐらいジャンルを設けていってそれぞれ10個の動画作ろうと思ってこれで50個いっちゃうんですよねで1日時24時間暮らしてると24時間暮らしてるといろんなジャンルに切り替えながら人は生きてるんですよご飯を食べる時でも私カップラーメン食べてるところをなんか動画で上げてますけどもあんなこともできるんですよねただカップラーメン食べる時はもったいないんで食べてることも10アクセスでも20アクセスでも積んでやろうかなと思ってやるわけなんですよ。 でそうすると人がカップラーメンを食べてるところ今度は気になって人のところ見に行っちゃったりするんですよね。で私はねなんかウグイスパンを食べてるところの動画を撮ってるっていうところもあってあれがねなんかコメント頂いたりとかするんですけどもだかから人が何に興味を持つかって自分でで判断しなないことなんですよだってあの自分が何かに興味を持つ時って興味を持たせてやろうと思って演出して発信してる人ばかりに対してその気持ちを持つわけじゃないですよね。まあ、私はねやっぱこう いつも誰かから何か受け取るっていう風な人がいる限りこの情報発信ビジネスってのはなくならないと思いますし情報発信ビジネスの一番スタートラインっていうのは情報発信をしているっていうことなんですよ。情報発信、例えばね日本でね、YouTube を利用ししてていいるる方って6千万人いるらしいんですよで、すよその中で YouTube で発信してる人ってまあなんか3万人とかね 5, 5万人ちょっと忘れちゃいましたね5万人ぐらいだと思うんですよ。 この時点で発信してるだけで勝てそうなんですよね。その上で、ね、5万人の中の3000人ぐらいが顔出ししてるらしいんですよ。<laughs> だから顔出ししてる人ってすごいアドバンテージあるのに、やってる人少ないんですよね。で、顔出しに抵抗がある人ってのは何なんですよね。私みたいな顔でも出せるわけなんで、誰でも出せるんじゃないかなと思うんですけども。うん、飲食店に勤めてたら、ほんと毎日顔出ししてますからね。そっちの方が危ないんじゃないかなと思っちゃいますよね。バスの運転手さんなんて、別に YouTube やってないけども、切りつけられたりしてるじゃないですかね。 でそういうことを考えると私たちはいかにね持つべき先入観がちんぷん幹部の方向をいってるかってこともわかると思いますしあの自分の考え方を発信することによって違う考え方に触れられるってこともありますから得ばっかりだと思うんですよね。得ばっかりというよりも今の時代自分が情報発信をしていてその自分の情報発信を少なからずね見てくれる人がいるっていうこのメディアを運営しているってことがビジネスを所有することに、えー、っともうほんと一気通貫なんですよ。 ビジネスを所有するってことは誰かに見られていると誰かに対して発信しているってことと表裏一体ですからやっぱりそれを利用していただきたいかなと思いますでコストがかかんないですからね私たちはこの活動にコストがかかんないってところが一番のアドバンテージなんですよ YouTube 発信するのに1回100円くださいって言われたらさすがにね、1万本アップロードしたら100万円かかっちゃいますけども、ただですからね、ただ。だから赤字の作りようがないんですよ。ネットビジネスで借金するっていうのはちょっと考えられないんですよね。ネットビジネスで借金するって言ったらな、なんの経費がかかるのかなって思っちゃいますよね。だから妙なノウハウを買うからなんですよ。ノウハウなんて無料でいっぱい落ちてますし、無料の方が有料よりも高いレベルのものがたくさん揃ってますんで、そちらを利用していけばいいんじゃないかなと思います。まずは YouTube をたくさん上げましょうっていうノウハウがあります。 タグ SEO 動画説明欄っていうノウハウがあります。これ、ただじゃないですか。これだけでもう YouTube はコンプリートですよ。もう他のこととかいらないですからね。頑張ってください。